皆様ごきげんよう。両総本線の全通も果たし、都市圏に再び投資をしていく社長です。あちこちの現場を動かすため急行に乗りまくりのマリサだ。さて、今回は前回やり残した宿題と、新規エリアの開拓に勤しみます。本線の延伸や所要時間短縮の結果、本線から里見線に乗り換える利用が増えてきました。しかし、里見線は全列車が直通運転を行っており、茂原駅に里見線列車が到着する頃には、すでに満員状態です。茂原から里見線に乗りたいお客様が乗車できず、積み残しが発生するばかりか、お客様混雑のためホーム入場さえも規制する事態となりました。早急に運用の見直しと新型車両投入による輸送力増強を行います。まず本線長田駅まで直通する運用は、本線普通列車と同じ車両を投入。従来の車両は茂原始発の線内運用を新設し充当する。里見線茂原折り返し列車のため、茂原駅に里見線専用ホームを設けた。以上の施策で茂原駅お客様混雑は緩和いたしました。続いて新線開業です。千葉から見て北東方向の行徳地区に路線を伸ばしていきます。新線の名称は行徳線。本線から分岐するのは稲毛。稲毛駅の線路容量を拡大するため、移転改築と配線変更を行った。行徳線最初の駅は美浜。工術する貨物線が分岐する。トンネルをいくつか抜けて霞。しばらく海沿いを走り、再びトンネルを抜けて赤根浜。ここも支線が分岐する。続いて相互若松。進路を北に変えて終点の日の出だ。行徳線の旅客列車として、蘇我と日の出を結ぶ系統を新設する。蘇我稲毛間は両総本線に乗り入れ、途中千葉の海に停車する。行徳線内では各駅に停車する。以上が行徳線のメインルートとなります。今回、貨物営業も開始するため、行徳線のメインルートから離れている山陽の短絡ルートとして、支線扱いの高野貨物線も開業します。高野貨物線の起点は美浜駅、行徳線の北側を進み、石油製油所、高野の町、製品工場、化学プラントを結ぶ。このルートでは旅客列車を走らせないため、高野駅と赤根浜駅の間にも路線を設け、かつて本線で活躍していた車両でローカル列車を走らせる。今回路線の通じた製品工場や化学プラントを稼働させるためには、原料が必要です。原料は茂原の近郊に揃っているため、茂原でも産業用の新路線を開業します。産業付近にも集落があるため、ついでに旅客営業も行います。従来茂原支線と呼んでいた原油用の貨物線を延長する、白子と白里の集落に旅客駅を設置。路線名を白里線に改称する、商品の原料となる鋼鉄は白子白里間の製鋼所で生産できる。鋼鉄は石炭と鉄鉱石を原料とするが、炭鉱へは距離があるため鉄道を敷く。鉄鉱石は近くにあるためトラックで輸送する。生産した鋼鉄を高野の製品工場まで運ぶため、製鋼所と長田駅を結ぶ貨物線を設け、長田からは本線を走行する。鋼鉄とは別に、プラスチックを生産するため、原油も茂原近郊から輸送する。以上の路線網を本線に支障なく構築するため、本能駅の付近で立体交差が誕生した。原油や石炭、鉄鉱石といった原料は大量に輸送する必要があるため、従来よりもさらに大型の機関車で長編成を組む。一方で、輸送チェーンの下流の方は輸送量が少なくなるため、かつて活躍し、一線を退いた機関車を転属させる。また、複雑なルートをたどって生産された商品は、行徳線のメインルートを経由して稲毛まで列車で運び、稲毛駅から千葉都市圏内の各地へトラックで輸送する。今回の事業により、両総本線も多くの貨物列車が通過するようになりました。元から本数が多く、駅間も短い千葉付近では、線路容量の限界も見え始めています。まだまだ長距離幹線の開業を控えており、
千葉付近の路線再構築は避けられません。さてこれより、高野から稲毛まで商品を輸送する貨物列車の、前面展望をご覧ください。一晩出発進行。一晩出発進行。停発。停発。これより、コメント返しをいたします。くもじいじゃ、邪魔するぞ。お懐かしい、Amazon プライムで配信されていたのは見かけたので、また見てみようかしら。次のアプデで3種別以上の優等運用が見られるのかな。春のメジャーアプデで、同じ系統でも複数の番線に発着できるようになるんですよね。ただ、通過駅には適用できないように思うので、環球対比よりは同時発着向けの機能になるのではと思います。4番城内進行高野停車。4番城内進行高野停車。うわぁ、事故か。沿線民家の建て替え工事ですね。列車接近中でも、遠慮なくやられます。進行ってどんな時に言う言葉なのか、前に説明あったけどもう忘れてしまった。本当は違うんですけど、車で言う青信号といえば覚えやすいでしょうか。端から端までの距離感ってどんなもんなのかね。国土を横断しているってことだよね。視聴者の皆様で自由に解釈していただければと思います。国土を横断しているかもしれませんし、半島を縦貫しているのかもしれません。制作側と異なる距離感で捉えているコメントも、興味深く感じております。一応参考までに、マップの長辺は 48km となっております。定着。4番茜浜出発、進行。4番茜浜出発、進行。停発。停発。列車はスイッチバックいたしました。この後、もう一度スイッチバックいたします。コメント返信は以上ですが、ごゆるりとお楽しみください。
高野城内、進行、進路4番、赤根浜停車。高野城内、進行、進路4番、赤根浜、停車。定着。4番本線出発、進行。4番本線出発、進行。停発。停発。進行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 。
進行。進行。本線場内、進行。本線場内、進行。霞通過。霞通過。本線出発、進行、T2。本線出発、進行、T2。進行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 。
本線場内、進行。本線場内、進行。三浜通過。三浜通過。本線出発、進行、J2。本線出発、進行、J2。進行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 。京都城内、注意、進路5番。京都城内、注意、進路5番。稲毛停車。稲毛停車。第二場内、注意、進路貨物。第二場内、注意、進路貨物。
定着。定着。